今年のクリスマスも大忙しでしたね。お疲れ様です。いやー、梱包作業から配達まで。サンタさん、ここ最近ちゃんと寝れてないですよね。重労働で体も凝ってるんじゃないですか？やっぱりですね。わかりました。では、このトナカイ。サンタさんにはいつもお世話になっているので、マッサージをさせてください。いいんですよ。サンタさん、今年もお疲れ様でした。それじゃあ、さあ、ここに横になってください。じゃあ、オイル使いますね。僕がいつも使ってる特別配合のオイルなんです。じゃあ、塗りますよー。力加減大丈夫ですか？はプレゼント重かったですよね。女の子が欲しがるおままごとキッチン。あれが重いし、かさばるんですよね。キッチンを見ると出て行った妻を思い出す。何気持ち的に重いこと言ってるんですか。黙ってください。サンタさんすぐそうやって暗い話を。クリスマスですよ。まあ終わったんですけどね。この辺、ちょっと凝ってますね。ちょっと痛いですよね。あと、自転車。あれ大きすぎるんですよ。だってあれ、道路交通法的には軽車両ですからね。いやー、でもギリギリでクリスマスプレゼントの範疇っていう認識なんだから困っちゃうんですけどね。はあ、困っちゃいますよ。もうだって家の中に運び込むのだってすっごく大変だし。でも間違ってベルを鳴らしちゃった時のサンタさんの慌てふためく様子は面白かったなぁ。いや
バッチリ動画撮っといたんで、後で酒のつまみにでもさせてもらいますね。そうそう、大変といえば、すごく大規模で現実的なお願いには参りましたよね。いやー、別荘とかプライベートビーチとか、自家用飛行機とか。親の関与を疑うほど子供らしくないお願いを見ると、こうなんですかね。心臓がギュッとしますよね。いやー、でもサンタさんの年齢を考えるとぽっくりいかないか僕本当に心配ですよ。気をしっかり持ってくださいね。まあいざとなったら僕がながらで得た蘇生術の知識を活かしますよ。え？救急車？あー、僕ひずめだから電話かけられないんですよ。気持ちいいですか？あと思い出したんですけど、あれです、友達って書いてあった。あのお手紙は思わず涙がこぼれましたよね。もうサンタさんなんて友達が欲しいのはわしじゃなんて言いながらむせび泣いたりして。いやー、大丈夫ですよサンタさん。クリスマスの間だけは僕が仮初めのお友達ですからね。安心してください。いや、ほんとサンタさん本気でむせび泣いてましたもんね。友達が欲しいのは欲しいじゃん。
変ですけど、でも僕このお仕事が好きです。子供たちが嬉しそうな顔でプレゼントを開けてる姿を見るとすごく心が温かくなるし、とてもやりがいを感じます。サンタさん、これからもついていかせてください。そりゃ僕だって最後は丸く収めますよ。でも本当にこのお仕事ってすっごくすっごく大変ですけど、やめられないんですよね。やっぱりサンタさんもそうですよね。オイル結構たっぷりつけてあるんで、ちょっと拭き取りますね。よいしょ。お疲れ様でした。どうでしたか？気持ちよかったですか？体が軽く、嬉しいです。よかった。また来年のクリスマスも一緒に頑張りましょうね。疲れた時は僕がまたマッサージしますから。今年の請求書です。マッサージ代も入っているんで、はい、お願いしますね。はい、じゃあ良いお年を。